1回戦はラット VS コウ選手。まさかの MC 同士の対決となったこの試合、変幻自在のデッキクリエイト力で戦うラットと捨てのプロであるコウ、果たして勝者は。はい、ということで、先ほど司会だったコウ選手、ラット選手が、着席しておりますね。解説を、KK 選手、焼き鳥選手にお願いしております。大丈夫でしょうか？はい、はい、それでは2戦目スタートしてください。よろしくお願いします。よし、いきます。ぽい、はい、お願いします。お願いします。さあ、2.6 ゴーグルぼこしますか？本当に牽制していきますね。コーン T シャツT シャツ、そこにしか目がいかない最初はお互い待ちですね。まあ、やっぱ町といったらコウ選手なんかはゴレとかをよく使うのでゴレかなと思いますが、 2.6 グッド、リババの 2.6 グッド、珍しいですね。お、墓石ポイズン、あ、これもうこれじゃないですか。ファイボーポイズンにした 2.6 グッド、新しい。ここでラット選手はラバ、なるほど、なるほど。相手のゴレス、相手の、あれ2.6ホグド、まだこっからホグが出てくるかもしれない。そう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 、やばいんだ。お、インドラ。でもここダクネのコウモリが結構刺さってますね。いや、ランバーがきつい。お、これは結構コウ選手が刺さってますね。で、もうこれをカウンターを止められるか。お、ホバが、ホバが入ってるけど、でもこれはいい防衛ですね。いやー、これだけ寝たいラバインドラ、重量級のなんか2つ対決ですけども、 T シャツさんの方は多分あと1枚取れるんで、 T シャツさんで、ラッツさんは多分、まああれですね、予想はランバーですね。はいはい、あ、違うの、ちょっとあのテンプレの方とは違うんで、ね、分からないんですが、さあ、まず1本持ってくる。これラット側はここでラバーする。ラバーここ止められるか。そうですね、ここも止められる。あ、止めない、止めない、もうここは捨てですね、捨てあ、これ結構金属が多いですね。ちょっと防衛したいところではあるんですが、ポイズンと、インドラがきつそう。あ、トルネで剥がしにかかって、あー、外れたけども、あ、縦線、縦線、なるほど、結構陸も固めといった感じですね。いや、いい勝負これはいい勝負。カウンター、ここを守れるかどうかですね。多分またトルネで剥がされて、ね、いや、結構入りそう。インドラが取れた。おお、優秀。いや、うまい。ここはベビドラも溶かしていく。あ、インドラがめちゃくちゃ優秀でしたね。あ、まだだ、あの、ここを守ったんでかいっすね。ここはゴレを展開してくるのを見越してのラバですかね。あ、でもこれインドラが、あ、墓石で離さないようにしてしっかりと処理をしていくと。ただダクネが残ってるんで、このダクネもしっかりロリババで受けてると。いや、防衛が上手いっす。どっちも防衛が上手い、どっちも防衛が上手いっすよ。めちゃくちゃいい勝負だ。またこれ
うらあ、うわー、いい読み。で、これ、濁音も先行してるんで、かなり苦しい展開になってますね、高選手側は。いやー、厳しいですね。ここで畳みかけるか。何だろう、ババ。あ、ポイズン2発でもないっすね。ラバで削らなきゃいけない。お、もうラバ削りですね、これは。あ、でもボレット被った。いや、破裂する前にもラバで削ろうという作戦な気もしますが。ラバが入ってる。ラバが。あ、でもこれ多分ね、まだ落ちますね。まだ落ちない。お、一発目。あ、次のポイズン。次のポイズン圏内、もう残り50秒ですけど、さすがに回ると思うので。あ、お、ナンバー、お、もしかしたら可能性があるけども、ここは墓石で。惜しい、いやー惜しい。あ、ビビドラもやすいの使って、お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 、あー、惜しい。いや、めちゃくちゃいい勝負でしたね。いやー、ナイスゲーム、おめでとうございます。ラット選手、感想をお聞かせください。いやー、疲れましたね。疲れたと。いや、めちゃくちゃ多分普通に僕らが圧倒的な相性いいんですけど、血回りが鬼うまかったですね。なるほど、ありがとうございました。そして残念ながら負けてしまった高選手、感想をお聞かせください。最後ワンチャンあるかなと思って攻めたんですけど、ダメでしたね。乾杯です。ありがとうございます。